もうすぐ冬が来る。俺たちの県外遠征が本格的に始動するのは、路面凍結のシーズンが終わる来年の春からだ。来るんだろ、俺たちの新チームに。夏以来ずっとお前と再戦することは俺の最大の目標だった。だけどそいつは来年まで先送りだ。兄貴のタイムリミットがあと1年なら、その1年間は全力を尽くして兄貴のゲームのために俺は走りたいんだ。だから1年の間、お前とは休戦協定だ。俺たちと一緒にやろうぜ。兄貴のコーチを受けて1年経てば、お前はシャレになんねえくらい手強くなっちまうだろう。だけど俺はそれを上回るレベルに完成してみせる。その時まで勝負を預けておく。1年後、俺はお前に勝ってプロを目指す。来いよな、一緒にやろうぜ。プロジェクト D? 何それ。レッドサンズの高橋亮介が作った新しいチーム？知らねえよ。初耳だよ。県外遠征用のスペシャルチームなんだってさ。関東全域に向けてバトルの挑戦者をオープンで募集してるんだよ。ストリート限定で何でもありらしいぜ。ふん、どういう意味なんだろうな、 D って。セブンスターリーフのダウンヒラー末次徹の走りを地元で知らない者はいない。プロジェクト D が地元に来る。この知らせを受けて熱くなるトール。群馬エリアがどれほどのもんか知らねえけど、俺たちをなめてかかると痛い目に遭うってことを教えてやろうぜ。バトルに向けて集中力を高めていくトールだったが、タイムアタック用の勝負タイヤがどうしてもワンセット必要な事態になっちまったんだ。頼むよな、金貸してくれ。トールの彼女ナオは車にばかり金を使うトールに困り果てていた。金を貸す代わり、バトルに負けたら走り屋をやめるよう条件を出すナオ。ナオのためにも、そして走り屋をやめないためにも、トールは負けられない。だがプロジェクト D のドライバーを見たトールの顔色が変わる。末次徹だ、よろしく。藤原匠です。なんだこの感じは。今までこんな風に感じたことはなかった。しびれてしびれてたまんねえぜ。俺を守ってくれよな、なお。俺はプロジェクト D に感謝してるんだ。長い間走り屋やってても、こんなすげえテンションで走れることなんてそうめったにあることじゃない。こんな気分になれることは人生でもそう何回もない。セブンスターリーフの代表として、悔いが残るようなみっともねえ走りは絶対しねえからな。さて、ぼちぼち追っ始めるとするか。気分になれることは人生でもそう何回もないだ。冷静になれ。勝ち負けよりも自分の力を全部出し切ることが重要なんだ。自分にできることなら行動して行くしかねえ。違いを思い知らされたぜ、厚尾。俺たちが相手にしているドライバーは途方もない奴らだぞ。奴らにはオーラがある。